西澤商事、和菓子の製造をしております。焦げ菓子って和菓子の技術の中では最高峰の技術って言われてるんですよ。何もかもできて初めて手掛けるものって言われてるので、やっぱり自分が仕事できる間って限られてるじゃないですか。だからその間でやっぱりそこまでやってみたいな、なおかつやっぱり同じ焦げ菓子されてる人よりも上手になりたいなとか技術上げたいなっていうのがあったんで、はい、そこから始まりですね。作ってる最中っていうのはもう楽しいよりも結構辛いことも、四六時中作ってる最中は常にもう五感研ぎ澄まして、もう前にも横にも後ろにも目つけとかんと本当に壊すので、四方八方に気を配っとけっていうのはよく言われました。壊れるから繊細で見てる人がやっぱり感動するかなと思うんですけどね。やる前にはデッサンして絵描いたりするんですけども、自分が思ってたよりもすごい綺麗やったりとかバッチリ決まったりとかする場面も結構あるんで、そういう時は気持ちいいですよね。日本の最大の特徴であれば四季のやっぱ季節感ですよね。牡丹の花と紅葉と一緒に持ってこないじゃないですか。それはなしなんと思うんですよ。やっぱりその季節その季節で今の季節のものを焦げ菓子にする、そこのところはやっぱ崩さないようにしてるんですけども、やっぱり和菓子の中で花鳥風月の鳥の部分ではやっぱり鷹が一番見栄えするから、やっぱり勇壮で竹だけしくて、やっぱ僕焦げ菓子って日本画の掛け軸にしてもおかしくない人なんです。やっぱり自然のもんですよね。一番やっぱり感動するというか、素材として持ってきたいのは自然もたくさんあるし、冬は雪もたくさん降るし、和菓子の一番大切な季節感感じるところが部分がかなり多いんで、やっぱものづくりとかするに関してはやっぱりそういう自然がやっぱり自分の周りにあってすごい恵まれてますよね。大山寺って言って小高い山の上にある集落があるんですけど、そこが好きですね。ホッとする場所、やっぱり今作ってる和菓子の材料ってもともとは農家で作ってあるものがほとんどなんですよね。元の場所があるところが大山寺と僕はうちの地元でいたと思うので、だからなんかうちの仕事を通じてる部分があるので好きなんですよね。元はうちはお菓子屋さんなので、それに関して言うとやっぱり滋賀県の中で地元の人と一緒に何かできたらいい、例えば地産地消って言うけども地元のもんやったら何でもいいってわけじゃないと思うんですよ。だから農業やってはる方やったら農業やってはる方で、ほんまになんかこういろんなことに挑戦して新しいものも常に考えてはるっていうような、そういう人と一緒になんかその人が作った何かを使って私も新しい和菓子を作りましたみたいな、そういうなんか一緒にやる作業、コラボレーションっていうんですか、そういうことはやってみたいですよね。